沖縄県指定天然記念物、ウネの大素鉄毒抜きが不十分な素鉄の澱粉を食べたものは食中毒の結果死に至ることもあった。素鉄地獄は明治末期から昭和初期にかけて南西諸島において発生した経済恐慌。南西諸島では以下の慢性的な農業、産業及び経済構造上の諸問題を抱えていた。 金世の濃度性や農民の小作化は日本本土でも共通の現象であったがこのような状況がもたらす構造的不況に沖縄本島では1904年に7ヶ月続いた沖縄明治大干ばつなどの不作が追い打ちをかけ、著しい食糧難に陥った人々が休耕食として食用した素鉄のデンプンが毒抜き加工の不十分なために死者が出るほどの 食中毒を引き起こすことがあったことから、ソテ鉄地獄と呼ばれるようになった。このような状況は、日本本土における第一次世界大戦後の戦後恐慌関東大震災、世界恐慌から昭和恐慌に至る頃まで、その間接的影響を受けつつ続いた。また、本土と同様に規制地主制による農業省作人の貧困問題は、沖縄においても見られ、 本土の金融機関等に搾取される構造に陥っており、これは太平洋戦争まで続いた。南西諸島の主要産業は、零細的な漁業に依存する小島省を除いては農業であり、また砂糖キビなどによる製糖業や、サツマイモによる食料生産といったモノカルチャーに陥っていた、同地域の経済基盤は脆弱であり、悪天候による不作や日本本土の全国的な 強行の影響も受けるなど貧困にあえいでいる状態が続いた。当時のトカラ列島以南の地域においては、気候や風土、台風襲来の頻発や排水性の高い土壌といった地理的要因や様々な歴史的経緯から稲作や麦作は日本本土ほどには盛んではなく、少なくとも近世近代における人口爆発に比例した農業生産力を持っていなかった。 中世のグスク時代から伝統的農法として稲、麦、属の冬作栽培が行われていたが、生産力増大よりも安定収穫に重きが置かれていた。また稲作は、生育期に特に大量の水を必要とし、また稲、麦の用水量は500から6 0 0グラムと高く、そのために大きな河川と灌溉用水等の治水、利水技術の発達が重要であるが、 小島所が多い南西諸島では、最大の沖縄本島でも河川は、外して小さく、また熱帯性気候により腐食分解が急速であり、また、土壌保水性が劣悪な産後石灰岩土壌が広く、分布し、排水性が高く地下に伏流してしまい、歴史的にも井戸水や自然湯水の利用に依存していた事情があり、本土のように大規模な立地水は行われておらず、用水供給は、 不安定であった。干ばつはこれらの地域において深刻であり、太平洋戦争後の昭和時代まで大規模な干ばつ渇水が相次いでいた。前述の沖縄明治大干ばつの苦い経験を受け、北条宇行自重の指揮のもと、クスノキなどの水源観葉林の植樹も行われた。麦作についても、高温多湿の南西諸島にはあまり適さず、 沖縄そばなどに使われる小麦はほぼ輸入に依存し、王国時代は王朝の人々だけの贅沢品であった。さらに金生より砂糖キビ栽培が換金作物として重要性を増し、稲、麦、属など基本となる食料作物の栽培を圧迫していった。日本本土においては大きな基金の発生は1830年代の天保の大基金以降収束したが、 沖縄本島は同時期に飢饉が発生したほか、宮古島では少し遅れて1850年代に飢饉が発生して多数の死者を出していた。また、周辺の小島所では食料を不足が頻発しており、台風などで作物が根こそぎ被害を受けて食料が欠乏する状況が大正時代まで見られた。南西諸島地域では17世紀諸島に導入された。 サツマイモなどの芋類が主食かつ、休耕作物としても重要な食料であったほか、主要産業としては、砂糖キビ栽培により、黒糖を生産する製糖業が盛んであった。砂糖キビは、耐候性も高く水不足にも強い。南西諸島の製糖業は1623年に、琉球王国の義馬新城が中国から導入した、砂糖キビ栽培及び、 政党法に期限を発し、これらの地域を直接内視間接支配していた薩摩藩により広まったが当時から重要な監禁作物であったこともあり、奄美大島や沖縄本島などを筆頭として、南西諸島は近代まで政党モノカルチャーから脱却できずにいた。また、当時の漁業は冷凍技術が未発達で、 水産物を本土等へ輸送することも日数がかかり難しく産業の中心ではなかった。このように生陶業やサツマイモによる食料生産といった農業依存のモノカルチャーにより産業、経済基盤が脆弱である南西諸島地域では構造的不況のまま推移し沖縄明治大干ばつその他の天候被害に左右される状況が続き、また 昭和時代に入ってからも第一次世界大戦後の戦後恐慌から関東大震災、世界恐慌、昭和恐慌など本土の経済状況にも左右され、同地域の経済に深刻な影響を及ぼす状況が続いていた。さらに、日本による台湾併合後は1900年頃から現地での政党業振興に政府が国費を投じ、沖縄などの政党業は、 競争にさらされて、経済的に圧迫され、疲弊した、有毒な種子をつけた素鉄のメタブ。農民を中心に、経済不況が深刻化していたにもかかわらず、租税は緩和されることなく徴収され続け、また、以前から日本本土に渡っていた出稼ぎ労働者が、不況、強行により、故郷の島々に相次いで戻ったことも、事態の悪化に拍車をかけた。 農家の困窮や食料を不足は深刻化し、休行の頼みとしていたサツマイモは天候や水利要因などにより不作に陥るとたちまち復定し、小島所や罹患壁地を中心に一時的には飢饉のような危機的状況に陥ることもあった。地下で開墾を成長させるサツマイモは悪天候に強いといえども強烈な暴風雨や高潮による塩害などで、 猫そぎ被害を受けることもあった。また、不況から、一家の支柱となる働き手がこぞって、近隣の島々に出稼ぎに向かい、残された女性や子供たちが未熟な技術で農業生産に当たったことも、また不作の一要因ともなった。窮地に追い込まれた農民は、常用としていた米芋類に変えて、祖鉄を食料としなければならないありさまとなった。 ソテツの幹はデンプンを多量に含み、水さらしや発酵、乾燥などの丁寧な加工処理を行って、有毒成分の再加診を除去すれば食用が可能になり、サツマイモが普及する以前は、当時の琉球王国や諸島初所において、ソテツは重要な休耕植物として栽培が奨励されていた。しかし近代に入ると、毒抜き加工の手間や毒そのものへの懸念から、ソテツは、 非常食として常用されなくなっており、かなりの日数を要する毒抜き加工に不慣れで、かつ、目前の食料欠乏で余裕がない住民が、正しい加工を経ないで摂取してしまったことで、中毒により死傷する事例が相次いで発生した。このような食料不足から、素鉄中毒で死に至るほどの悲惨な経済的、窮防状況は、素鉄地獄と総称されるようになった。また、 なりと呼ばれるソテ鉄の種子も有毒で、まさしく毒抜き加工をしないで食べると、同様の中毒を起こすことから、ナり地獄とも呼ばれた。こうした状況下、特に1904年の7ヶ月続いた、沖縄明治大干抜を契機に、南西諸島、特に沖縄県では、近隣の大きな島や日本本土、当時の日本遺任島治療である南洋群島、さらには、 当時の日本国外への集団移住が相次ぎ、小当初では住民全員が移住して無人島化することもあった。また、糸満漁民のように遠洋漁業に積極的に乗り出す反面、糸満売りのようなデッチ方向性を宣言させる結果ともなった。粗鉄中毒のうち経済的急防、または食料欠乏要因と確認できるものを計上。 御用その他原因の確認できないものは含まず。南西諸島地域がこのような状況をした日本は満州事変から軍備化を進め、奄美や沖縄、当時の台湾を南方進出の前線基地とし、やがて太平洋戦争へと突入した。1945年に沖縄戦が終結して終戦を迎えると南西諸島のうちトカラ列島以南はアメリカ軍に占領されて、 その統治下に置かれることとなった。終戦直後の混乱から、占領軍による軍政機を経て、米国民政府や琉球政府などによる統治体制が確立し、あるいはトカラ列島や奄美群軍島のように沖縄に先行して、日本へ返還されるとして、戦後復興が本格化するまで、同地域の農村の一部や小島所では、困窮や経済的混乱が相次いだ。また、 口述の通り、沖縄では、琉球政府、日本以外の外国への移民が激増し、1963年、頃まで続いた。琉球政府、沖縄県民の統計で見ると、主な日本国外移住先は、太平洋戦争の前においては、ハワイ、フィリピン、仏領ニューカレドニアなどであった。沖縄戦終結後の米軍統治下での琉球政府、日本国外への移民先は、 メキシコ、ボリビア、アルゼンチン、ブラジルなどの中南米が大多数であり、1963年頃まで顕著な人数の移住があった。太平洋戦争後の移住者数相当計では、米軍統近時期も含めると、日本国内では、琉球政府、沖縄県出身が第一位を占める。以上の経緯から、日本国外の海外日系人は、多くの国で、 沖縄出身者と子孫が占める割合が大きい。沖縄本島では、米軍による沖縄統治の開始後、農用地の大規模な接収が進み、軍用地化されたことも、農業生産力の減退に影響があった。軍政機の下では、産業は荒廃したままであり、米軍からの配給、密貿易や米軍物資の略奪に依存し、琉球政府の元においては、 民政府や米軍基地の雇用による経済に頼らざるを得ず、このような苦境のもと前日の移民の増加を見た。日本復帰まで沖縄の日本本土や周辺国間との貿易、投融資は公的には制限され、経済の大部分が自給的農林水産業に終始した。なお、トカラ列島やマミ軍島は軍政期を過ぎて間もなく日本に返還されている。なお、 沖縄県における稲作は、現代にはさらに縮小し、県全体の生産量は2000から3000トン台で、これは種ヶ島一島の米の収量と同程度である。米芋等の栽培は著しく縮小し、逆に砂糖キビ栽培の比重が戦前よりも高まっているが、これは国から南西諸島における砂糖キビ販売、製糖業に補助金が得られることが大きく、 影響している。なお、この補助金財源は離島振興を目的としてかつては国庫であったが、2007年以降は輸入等などの正当事業者等から調整金を徴収する制度に変わり、国庫負担は減らされた。もっとも、2010年代の沖縄県内総生産に占める農林水産業の割合は1%余りである。奄美大島で作られる、ソ鉄味噌。 距離1 0 0 0トル余りに及ぶ多数の離島諸島である南西諸島においては気候フェード的にも地域的な状況の差異があった。沖縄本島等と異なり奄美大島等をはじめとする奄美群島の島々では薩摩藩支配時代からの歴史的事情や維新後の近代も国島の売買権を本土鹿児島の商人が独占している状況下にあり、また元来産業に 乏しく、また1921年の普通町村政施行まで、甘美独立経済として長らく、鹿児島県業財政から分離され続けていた。不況到来以前から、砂糖キビ栽培のモノカルチャー化が、より進行し、貧困から素鉄を食料として急行することが、常態化しており、種子を加工して、素鉄味噌を製造することも盛んであった。そのため、 奄美においても状況はひどかったが、一方で、ソ鉄地獄と形容される状況は、一般的ではなかったと言われる。また、南西諸島でも、北部の大隅諸島に属する種ヶ島では、土壌的条件に恵まれ、古くから灌漑用水整備など、本土の農業技術の導入もあり、稲麦作を含む多様な農業が活発であり、ソテツ地獄と形容されるほどの著しい窮乏には、 至らなかった。砂糖キビ栽培に関しても島ごとに事情が異なる場合もあり、例えば先島諸島では自給食料生産が逼迫するという理由のため、砂糖キビ栽培が明治時代に入るまで禁令とされていた。ありがとうございます。